ちょっとあかり、どこを突き歩いてるわけ？もう18時なんだけど、早く帰ってきなさいよね。ちょっと、私の話聞いてるわけ？もう18時半になっちゃったじゃない。私もアスカちゃんもお腹空いちゃったでしょ？今日はお肉にしてちょうだい。アスカちゃんも食べたいって言ってたから。ちゃんといいお肉買ってきなさいよね。ねえ、いい加減にしなさいよ。母親がこれだけ連絡してるんだから、さっさと返事しなさいよ。母親である私のことバカにしてるの？ちょっとお母さん、仕事中は電話とかかけてこないでって言ってるでしょ。私まだ仕事中なんだよ。今日は夕ご飯作れないからって朝仕事行く時に言ったよね。そんなの知らないわよ。あんた何時まで仕事してるわけ？どんなブラック企業に勤めたらそんなに残業なんかさせられるのよ。とにかく今すぐに帰ってきて夕飯の支度しなさい。そんな無茶言わないでよ。私だって遊びに行ったり飲みに行ってるわけじゃないんだよ。ちゃんと仕事をしてて遅くなってるだけなんだからさ。そんな言い方しないでよ。言い訳するんじゃないよ。あんたは娘、私は母親なの。どっちの方が立場が上かだなんてちょっと考えればわかることよね。あんたがそうやって働けるようになるまで育ててあげたのは誰だと思ってるの？全部母親である私のおかげなんだから、素直に言うことを聞けばいいのよ。いくらなんでも無理だよ。それに、私昨日の夜と今朝とお母さんに言ったよね。今日は残業になるから帰り遅くなるよって。今日の夕ご飯はアスカと二人で食べてねって。それなのに今更そんなこと言われても困るから。あんた、一丁前に私に口答えするつもり？あんたにどんな用事があろうと私の言うことは絶対なの。それにアスカちゃんがお腹空かせて待ってるのよ。かわいいかわいい妹がお腹空いて待ってるのに、あんたはそれを見過ごすわけ？ほんと最低な姉ね。私の娘とは到底思えないわ。こんな状況でそんなこと言われても困るよ。私今大きなプロジェクトに関わってて大事な仕事をしてる最中なの。今日の残業だってそのためにいろいろ準備してる段階なんだってば。仕事も順調で上からも認めてもらえるチャンスなの。だからお願い、仕事だけは好きにさせてよ。そんなこと言ってるけど実際のところはどうなのかしらね。一生懸命仕事してるように私に嘘をついてるってだけで、本当はどっかの男とイチャイチャしてんじゃないの？はあ、考えただけでヘドが出てくるわ。ま、あんたみたいなブスな女と一緒にいてくれる男なんかいないか。そんな言い方しなくても、私は嘘なんかついていないし本当に会社で仕事してるから。もういい？一回仕事に戻るからね。はあ、ちょっと帰ってきなさいって言ったでしょ。あんた母親と可愛い妹よりも仕事なんかを優先するわけねえ。最低、この出来損ない、もう家に帰ってくるな。お母さん、仕事終わったから今から家帰るね。結局夕ご飯はどうしたの？お母さんもアスカも何かちゃんと食べたの？もしまだ食べてないんだったら何か買って帰るけど。遅い！あんた今何時だと思ってるの？20時よ、20時！こんな夜遅くまで仕事だかなんだか知んないけど、外ほっつき歩いて。あんたをそんな非常識な女に育てたつもりはないんだけど。ちょっと待ってよお母さん。だから別に外で遊んでたわけじゃないんだって。ちゃんと仕事して霧のいいとこまで終わったから帰ってきたんだよ。それで夕ご飯は？食べたの？食べたわよ、しつこいわね。かわいいかわいいアスカちゃんが久しぶりにピザが食べたいって言うもんだから宅配ピザを注文したのよ。あー、言っておくけどあんたの分はないからね。何か食べたいんだったら一人で食べて帰ってきてちょうだい。え、宅配ピザ？ちょっと待って、いくら使ったの？今月はお母さんとアスカがコンビニでいろいろ買い食いしてるから食費が大変だって話したよね。その上宅配ピザ頼むなんて。お願いだからもう少し考えて行動してよ。はぁ？なんで母親の私があんたの言うこと聞かなきゃいけないのよ。いっつも言ってるでしょ、私の方が立場が上なんだから。
私の方が偉いのよ。そんな私がどうしてブスのあんたの言うことをいちいち聞かなきゃいけないわけ？バカらしくてやってらんないわよ。立場が上とかそういう問題じゃないでしょ。今家賃や生活費を全て賄ってるのは私なんだよ。食費だって毎月考えてやりくりしてるのに、どうして自分勝手に決めちゃうの？はあ、本当にいちいちうるさいのね、あんたって。アスカちゃんはこんなに可愛くて素直でいい子なのに、あんたと来たら姉っていう自覚あるのかしら。妹の方が顔がいい上に、妹の方が親に愛されてるなんて本当にかわいそう。言っておくけど、あんたが悪いんだからね。あんたが私の言う通りに動かないから私もあんたを愛してないの、わかる？私のこと愛してる愛してないはもう今更どうでもいいけど、アスカに対しても愛してるっていうより過保護なだけだよね。いじめられたらかわいそうだからって中学だって今行かせてないでしょ。アスカもアスカで何でも許されるのが当たり前って思ってきてるし、このままじゃアスカの将来も心配だよ。だからお母さんももう少しアスカのこと考えてあげてよ。何よそれ、私の教育の仕方が間違ってるって言いたいの？私はアスカちゃんのことを思ってやってるの。それをあんたにとやかく言われる筋合いはないわ。姉としての自覚あるのってお母さんが私に言ったんでしょ。私だってアスカの今の状態を心配してるから言ってるだけであって、何もお母さんの教育方法が間違ってるなんて一言も言ってないよ。ただ甘やかしすぎるとアスカが将来的に困ることになるし、お母さんのためにもアスカのためにももう少しちゃんとした生活をするべきだって言ってるの。今の生活の何がいけないっていうの？アスカと私は毎日幸せに暮らしてるけど、毎日夜遅くまで起きてて、寝たかと思ったら昼頃にやっと起きて、食べ物も私が作ったものはほぼ食べずにコンビニご飯ばっかり。アスカには中学校も行かせないで毎日二人でスマホ三昧。そんな生活いいわけがないでしょ。うるさいわね。だったら何なのよ。文句があるんだったら家にいなければいいだけでしょ。そうだ、この際あんた家を出て行きなさいよ。うちもブスがいなくなればもっと気分が楽になるし、ブスはさっさと出て行ってくれるかしら。え、本気で言ってるの？本当は前からずっと思ってたのよね。あんたがいるから私もアスカちゃんも気分が晴れないんだって。だからあんたがいなくなってくれればあんたの顔も見なくていいし、私たちも悠々自適な生活が送れるしで、一石二鳥よ。そっか、わかった。じゃあ帰ったら荷物まとめて出ていくことにするね。あら、やけに素直ね。なるべく早く帰ってきてとっとと出ていきなさいよね。あかり、今日土曜だし仕事休みよね。ちょっと頼みたいことがあるんだけど。久しぶりだねお母さん。私今外にいるから電話は出られないんだ、ごめんね。私に頼みたいことがあるって言ってたけど何かな？また遊び歩いてるのね。本当に懲りない子ね。まあいいわ、今からうちに来てくれる？生活費がもうなくなるところなの。だからお金持ってきてちょうだい。嫌だよ。は？誰に向かって口を聞いてるの？私は生活費がなくなりそうだからお金を持ってきてって頼んでるの。意味わかるかしら？わかってるよ。理解した上で嫌だって断ってるんだけど、お母さんこそ私の言ってる意味わかってる？何言ってんのよ。母親が生活費がなくて困ってるって言ってんのよ。さっさと金持ってきなさいよ。アスカちゃんだってお腹が空いたって言ってるの。今日は焼肉に行く予定なのよ。だから早くして。あのさお母さん、なんか勘違いしてない？はあ、何言ってんのよ。私は勘違いなんかしてない。さっさとうちに来て。お母さん、私はもうお母さんと一緒に住んでないんだよ。同じ家に住んでないのにどうして私が生活費を賄わなくちゃいけないのかな。今そこの家に住んでるのはお母さんとアスカなんだから、二人でどうにかやりくりして頑張るしかないんじゃない？あんたそれ本気で言ってるの？アスカちゃんはまだ中学生なのよ。
働けるわけもないんだから、あんたが負担するべきでしょう。こんなこともいちいち言われなくちゃわかんないなんて、本当に脳なしね。お父さんが亡くなった時の保険金は、お母さんたくさんあったって喜んでたでしょ。それを使ったらいいんじゃない。何言ってんのよ。あのお金なんてとっくに使い切ってるわよ。だからあんたにお金を要求してるんでしょ。私だってできることならあんたなんかに頼みたくないわよ。でも仕方ないでしょ。あんたしか使えるのがいないんだから。ねえお母さん、今までも私に散々好きかって言ってたけどさ、今まで家賃、生活費、食費を負担してたのは全部私だってこと分かってる。そのアパートの名義も今は私、つまり私が今月末に契約更新をしなかったらそこには住めなくなるんだけど。だから何よ。そんなのあんたが契約更新すればいいだけの話でしょ。そんなどうでもいい話してないで、さっさとお金持ってきてくれる。もう私は住んでないのに契約更新する意味ってないよね。だから私、今月末の契約更新はしないから。はあ？ちょっと待って、何言ってんのよ。じゃあ私たちはどこに住むわけ。そうだ、あんたが今住んでる家に住まわせなさいよ。どうせどっかに家借りてるんでしょ。私今婚約者と一緒に住んでるの。はあ？婚約者？あんたが？そう、もともと来月から彼の実家で一緒に住む予定だったんだけど、お母さんに出て行けって言われたことを説明したら、彼がうちにおいでって言ってくれたの。彼の実家は義両親もとっても優しくていい人だし、私を金づるみたいに扱ったりもしない。数ヶ月後には結婚する予定だし、もうあなたの元へは戻らないので。何言ってんのよ。私に黙って勝手にそんなこと決めて。そんなこと許されるわけないでしょ。いいからさっさと戻ってきなさい。彼弁護士なの。お母さんが私にしてた暴言、金銭要求って DV に当たるの知ってた？私がお母さんを起訴することだってできるんだけど、どうする？弁護士？ちょっと待ってよ、おかしいでしょ。私はあんたの母親なのよ。こんなことが許されると思ってるの？形だけの母親なんて私には必要ないので、これからは自分で働いて大好きなアスカを養ってあげてくださいね。さようなら。私はこのやり取りの後、すぐにお母さんの LINE や連絡先をすべて削除。それ以降直接関わることはなくなったので詳しくは知りませんが、お母さんは実家の祖母にお金を借りに行ったものの、私が出ていたことを知った祖母は母に激怒し追い返したんだとか。その後どうなったのかは知りませんが、私はというと無事に結婚をして、今では彼と彼の両親と幸せに暮らしています。よう、かおり、久しぶりだな。元気にしてたか？え、もしかしてタクヤ？あ、俺のことを覚えててくれたか？やっぱりお前が俺のことを忘れるなんてことはありえないよな。俺のことを一日だって忘れることができなかったんだろ？はい？まあ、それもそうだよな。俺に未練がありすぎて忘れるなんてできないよな。いやー、俺も罪な男だぜ。ちょっと、いきなり何なのよ。数年ぶりに連絡を起こしたと思ったらやけに怒れてるみたいじゃない？あれ、やっぱりそういうのって伝わっちゃう？俺の幸せオーラ出ちゃってる感じ？いや、まいったよ。俺としては普通にしてるつもりなんだけど。は？まあでも幸せオーラが溢れてるならさっさと教えてやるよ。実は俺今度結婚するんだよね。だから今人生で一番ってくらいに幸せなんだわ。へえ、結婚するんだ。それおめでとう。おお、ありがとう。だから香織、本当にごめんな。いくら香織が俺のことをまだ好きでも、俺は別の子と結婚するんだ。俺のことはもう綺麗さっぱり諦めてくれ。は？一応香織にも報告しなきゃって思ったんだよ。じゃないと俺への未練が消えないだろ。連絡するのは心苦しかったけど、どうか俺の幸せを応援してくれないか？ちょっとタクヤ、さっきから何なの？なんで私に未練がある前提なのよ。だってお前、俺と別れた時大号泣してたじゃん。え？あんなに泣くくらい俺のことが好きだったんだろ。ならそう簡単に未練は消えないよな。何言ってるのよ。
私が大号泣したのは結婚式直前に理不尽に捨てられたからよ。別に未練があって泣いてたわけじゃないから。まだまだそうやって強がって。結婚式前日にやっぱり俺の運命の相手は他にいると思うんだって言い残してすぐに行方をくらまして、あんなの誰だって泣くに決まってるでしょうが。残ってるのは未練じゃなくてあんたへの怒りしかないわよ。なんだよ、可愛くないやつだな。てっきりまだ俺のことが好きだと思ってたのに。はあ、まあでもあの時は悪かったよ。でもこうして俺は運命の人に出会えて結婚するんだ。あの時の判断は間違っていなかったんだ。ああそうですか、くらようございましたね。だからお前も早く幸せになるよ。結婚っていいもんだぞ。香り、久しぶり。覚えてるかな、中学の同級生のみほなんだけど。え、みほちゃん？もちろん覚えてるよ。よかった。何十年ぶりだろう。ものすごく久しぶりだね。ていうかよく私の連絡先知ってたね。実は今度結婚する人の LINE に香りの名前があって、トップ画の写真も見覚えがある顔だし、もしやと思って連絡したの。え、みほちゃん今度結婚するの？うん。たくやくんって知ってるかな、つい最近もやりとりしてたと思うんだけど。嘘でしょ、待って、みほちゃんたくやと結婚するの？そうなの、二人は仲のいい友達なのかな。いや、その友達っていうか、実は昔たくやと交際していたの。いわゆる元彼元カノってやつね。え、そうなの？言っておくけど今は何も関係ないからね。 LINE のやりとりだってわざわざ結婚の報告をくれただけだから。別れたきり今日まで一切連絡取ってなかったからね。そうなんだ。でもまさかの事実にびっくりだよ。私もびっくりだよ。まさか拓也の結婚相手が美穂ちゃんだったなんて、こんなの見過ごせないよ。え、ねえ美穂ちゃん、こんなこと言うのもあれだけど、本当に結婚相手は拓也でいいの？今から考え直したらどうかな。それはどういう意味かな。私ね、拓也に一方的に捨てられたの。結婚式前日に婚約破棄にあったんだ。結婚式前日に？運命の相手は他にいるんだって言って行方知らずになったのよ。でもその後に実は複数人の女と浮気をしていたことが分かったの。それで急に結婚が嫌になって逃げ出したのよ。え、嘘でしょ、最低じゃない。そうなの、最低なの。だから美穂ちゃん考え直した方がいいと思う。優しくて可愛かった美穂ちゃんには絶対にもっとマシな人がいるよ。もしかしたらそうかもしれないね。でも私は大丈夫。むしろ最低な男の方が私としても都合がいいからさ。え？でも忠告ありがとうね。代わりも優しいあの頃のまま何も変わってなくてほっとしたよ。そんな優しいだなんて。ねえ、これも何かの縁だし、今度お茶でもしない？私中学の子と今じゃ誰もつながっていないんだよね。私は嬉しいけど、でもいいの？一応旦那になる人の元カノなのに。そんなの気にしないよ。じゃあまた後で連絡するね。香りと再会できるのすごく楽しみにしてるから。いやー、結婚って幸せだわ。まさかこんな人生が彩るとはな。おい香り、悪いこと言わないからお前も早く結婚した方がいいぞ。は？のろけなら友達や会社の同僚に言ってくれますか？おいおい、そんなことしたら嫉妬の嵐が起きるじゃねえか。は？奥さん自慢なんて周りから嫌われるだけだろ。あんな完璧で綺麗な奥さんを持ってる男なんてこの世で俺くらいなんだから。随分とベタボレじゃないの。まさかマッチングアプリでこんな素敵な出会いがあるとはな。ダメ元でもやってみた価値があったよ。え、マッチングアプリで知り合ったの？実はそうなんだよ。結婚相手募集中って書いてあったからすぐに立候補してみたんだ。それで会ってみたらとんでもない美人でさ、力
しかもトントン拍子で結婚することになって最高だよ。へえ、トントン拍子で。彼女が恥ずかしがり屋だから挙式とかはしてないけど、こんな綺麗な奥さんと暮らせるって幸せだよ。ご飯も美味しいし、スタイルもいいし、お前と結婚したらこんな幸せな人生にはならなかったんだろうね。はい？この間お前の Facebook を見つけたぞ。まさに味噌汁の独身バーバーって感じの日常だな。それどういう意味よ。独身の意味、小綺麗にしてるみたいだけど、やっぱりシワやたるみはごまかせないよな。全体的に老けたっていうか、ババア化が進んでて。なんですって？やっぱりあの時の俺の決断に間違いはなかったな。俺の奥さんは料理上手でスタイルも抜群、しかも頭だって賢いし、やっぱり結婚するなら完璧な女とに限るよな。お前と違って最高の女だわ。さすがプロは違うよね。あ？そんなに絶賛されるなんて、やっぱり美穂ちゃんみたいな子じゃないと夜の世界では戦っていけないだろうね。美穂ちゃんはさすがだよ。おい、なんでお前が俺の奥さんの名前を知ってるんだよ。それに夜の世界ってなんだよ。あれ、美穂ちゃんから聞いてないんだ。私たち中学時代の同級生なんだけど。え、そうなの？っていうかそれ以前に奥さんの仕事を知らないってやばいんじゃないの。美穂ちゃんがキャバクラで働いてることを旦那のくせに知らないんだ。あ、俺の奥さんがキャバクラだって。この間お茶した時に聞いたけど、今のお店ではもう5年も連続で売り上げ1位とか、お客さんもたくさんいて、去年のバースデーは1日で1億もかき集めたそうね。1億？ちょっと待って。なんだよ、その雑な嘘は。は？嘘ですって？あ、そうだよ。俺の奥さんが、ミオさんが、キャバ嬢なわけないだろうが。本当に何も聞いてないの？夜の店で働いてるって言ってたけど、キャバ嬢だなんて聞いてないぞ。それに仕事行くときはほぼすっぴんだし、ミオさんは夜の居酒屋で働いてるんだよ。え？すっぴんだから居酒屋だって決めつけてるの？だって、キャバ嬢なら声メイクするに決まってるだろ。それに、ミオさんは、髪も巻いたりしないし。出勤の時から声メイクするわけないでしょ。ヘアセットもメイクも出勤前に専用の場所でやるって知らないの？え？しかも彼女は売れっ子のナンバーワンキャバ嬢なのよ。家を特定されないように芸能人並みに徹底してるに決まってるじゃない。え？何をそんなにうろたえてるのよ。お仕事にびっくりしたかもだけど、あの美人っぷりなら納得でしょ。それに奥さんがナンバーワンキャバ嬢だなんて鼻が高いじゃない。はあ、何言ってるんだよ。妻が夜の女ってありえないだろ。キャバ嬢ってことは他のお客さん相手に接客してるってことなんだぞ。まあそれはそうね。俺はまだミオさんと手も繋いだこともないのに、なのに他のおっさんに接客なんてありえないだろ。え、手も繋いだことないの？だってミオさんは恥ずかしがり屋だから、まだ緊張するって言うから寝室もブツブツなんだぞ。えなのに、それなのに、これはどういうことなんだよ。ちょっと香織、あんた彼に私の仕事を教えたでしょ。ごめん美穂ちゃん、てっきり知ってるもんだと思ってたの。いい感じに勘違いしてるからそのままにしてたのよ。本当にごめん、なんかまずいことでも起きたかな。まあいいわ、ちょうどそろそろ離婚を考えていた頃だし、タイミングとしては良かったかもね。え、離婚？美穂ちゃんもタクエと離婚するの？あれ、こないだ言ってなかったっけ。私、離婚前提で彼と結婚したんだよね。え、そうなの？そうなの。変な客避け対策で適当に結婚しただけなのよ。え？ここのところ変なお客さんに結婚を迫られててね。のらりくらりかわしてたんだけど、ついには勝手に偽装婚姻届を出されそうになってね。何それ、危ない人じゃない。そうなのよ。だから先手を打って誰かと席でも入れておかないとって。発想が極端すぎるよ美穂ちゃん。役所に行けば勝手に入籍されないようにできるのに。え、そうだったの？そんなことができるなんて知らなかったわ。
変なところで抜けてるんだから。そういうところは変わってないね。まあでも結果は同じよ。私は変な客対策ができたらそれでよかったし。でもいいの？結婚してるなんて夜の世界じゃ NG でしょ？実はそれがそうでもないのよね。そうなの？むしろ人妻の肩書きの方が売り上げも良かったし。え？ほら、私たちもいい歳でしょ？それなのに若い子たちに混じって独身です、彼氏いないですって言ってる方がお客さんもどうせ嘘だろって冷めるのよね。言われると確かに。むしろ最初から実は結婚してますの方が初対面のお客様も信用してくれるし、私としても変な客がつかなくていいのよね。ちょっとした小映え対策に有効だったわ。なるほどね。夜の接客業も奥が深いのね。まあでもお店でのキャラや年齢にもよるけどね。とにかく私の場合は結婚してても何も問題はないのよ。でもそれなら離婚しちゃっていいの？せっかくの小映え対策だったのに。いいのいいの、人妻キャラよりももっと人気なのがバツイチキャラだから。え、私この世界で働くのがとにかく楽しいのよね。それにとことん稼いでみたいの。だからそのためなら入籍もするし離婚もするわ。戸籍いじって客がつくならそれで OK よ。プロフェッショナルすぎて言葉が出ないよ。すごいね、みほちゃん。で、そのためにすぐ結婚できそうで、かつほどほどにバカな男を探してたけど、それがまさか友達の元彼とはね。さすがにこれにはびっくりしたよ。私の方がびっくりしたよ。あ、そうだ、今度落ち着いたらお店に遊びに来てよ。香りならとことんサービスしてあげるから。それじゃ今日もこれから出勤だから、じゃあね。香り、これどうしよう。ミオさんに離婚届出されちゃったんだけど。早速離婚してきたんだ、ミオちゃん。俺のことは最初から数ヶ月で離婚するつもりだったって。まあ、今度はお礼にってお金はくれたけど、そんなことよりも俺はミオさんと一緒にいたかったよ。でも拓也は奥さんがキャバ嬢なんて嫌なんでしょ？どちらにせよ離婚するしかなかったと思うんだけど。それは確かに嫌だけど、でも離婚になるくらいなら我慢してたよ。なのにまさかこんな風に急にいなくなるなんて。もう諦めなよ。どうやってもミホちゃんは戻ってこないんだろうし。こんなの諦められるかよ。あんな美人とはもう一生会えないんだぞ。そして俺はそんな彼女と数ヶ月とおい結婚していたんだぞ。もうどんな女と出会えたとしても結婚できないよ。タクヤの女性に対するハードルを上げちゃったか。ミホちゃんたら罪な女ね。どうしたらいいんだよ。マッチングアプリに登録してもどんな女もジャガイモにしか見えない。そんなんじゃ俺はもう一生独身決定だぞ。それが嫌ならお客としてお店に行けるように頑張れば。彼女が惚れるような男になってみなさいよ。そんなのできるか。誕生日イベントで1億円集めるような子なんだぞ。安月給の俺にはシャンパン1本だって頼めないよ。じゃあ転職でも何でもしたら。運命の当て探しのためなら平気で結婚式直前にドタキャンだってできる男じゃない。え、それじゃね。奥さんに逃げられて慰めてほしいならそれこそ財布を持って夜の店に行ってきなよ。おかわり、俺ついに一覚を決めたぞ。特別にお前と結婚してやるよ。は？いきなり何を言い出すのよ。この1ヶ月俺はすごく大変だったんだ。結婚したことは職場の人には言ってたから、同僚も先輩も奥さんに会わせてくれってしつこくてな。それは離婚しましたって言えばいいだけなのでは。そんなダサいこと言えるかよ。でもだんだん周りの奴らも俺のことを虚言癖だとか言ってきて、そろそろごまかしが効かなくなってきたんだ。だから俺は考えた。香りと結婚しておけばとりあえずなんとかなるはずだって。はぁ、どうせまだ独身だろ。ちょうどいいから俺がお前をもらってやるよ。ふざけたこと言ってんじゃないわよ。誰があんたなんかと結婚するもんですか。
一度は婚約したこともある仲じゃないか。それにお前だって争いで独身はそろそろ辛いだろ。せっかく俺もお前で妥協してやるって言ってるんだ。絶好のチャンスだと思わないか。はあ、悪いけど私今結婚前提でお付き合いしている人がいますから。え、美穂ちゃんの指導のもと最近メイクとかいろいろ頑張ってみたらいい出会いがあったのよ。あんたは妥協できても私はあんたなんかで妥協するつもりはないんだから。おい待ってくれ、そんな嘘だろ。会社の皆さんには早めに本当のことを打ち明けなよ。それじゃあね。私は今も順調に結婚前提で交際を続けています。対する拓也はというと、今も職場の人たちには本当のことが言えず、俺は既婚者です、美人な奥さんがいるんですと言い張っているんだとか。そしてついには美穂ちゃんの写真を見せて、これが俺の奥さんです、見ての通り美人すぎるので誰も会わせたくないんですと言い切ったんだとか。その結果周りからは虚言癖のヤバいやつ扱いを受けることになり、職場ではかなり浮いた存在になったそうです。それでも諦めきれずに拓也は一度だけ美穂ちゃんのお店に行ったそうですが、出禁扱いで会えず、俺が元旦那ですと騒いだそうですが、黒服たちにボッコボコにされたと聞いています。あすみちゃん、今日帰りに駅前のチョコケーキ買ってきて。私ってばつわじでそれしか食べられないじゃない。ホールのやつ買ってきてくれる？りょうこさん、私今日は車出勤なので駅使ってないんです。車だったらちょうど良いじゃない。車だと駅を通らないですし、遠回りになる上私が帰る時間だとあの辺すごく混むから、できれば通りたくないんですよ。すみません、兄は電車出勤だと思うので兄に頼んでください。だってレン君帰ってくるの遅いじゃない。私は何だったら今すぐ食べたいの。かすみちゃんはレン君よりちょっと早く帰ってくるし。ねえお願い、私妊婦だから動けないしさ。妊婦だからって座りもうないですよね。そんなことないわよ、今日だってすっごく辛いんだから。会社で出産経験のある人に聞いたんですけど、座りがあるのって妊娠初期で、今妊娠6ヶ月目の涼子さんは安定期に入ってるから座りは収まってるはずだって。そんなの個人差があるでしょ。そうですね、個人差があるってその方もおっしゃってました。でも家にいる様子を見てる限り、好き嫌いなくたらふくご飯を食べてたり、夜中までテレビを見ていたり、どう見ても元気そうなんですけど。日中に気持ち悪くなっちゃうな。そうですか。妊婦さんもっといたわらなきゃダメだよ。未婚のあなたと違って私はかすみちゃんのお兄ちゃんと結婚して、少子化に歯止めをかけるために子供だって妊娠してるんだから。だから涼子さんがうちにいらしてからいろいろとお願い聞いてきたじゃないですか。私の妊娠を機に蓮くんと蓮くんの実家に同居し始めた時に、かすみちゃん私に何て言ったか覚えてる？何かあったら遠慮なく言ってくださいね。そうよ、だから遠慮なくお願いしてるの。何度もその話をされてるので嫌でも覚えてます。だから私が使ってた部屋を掃除して涼子さんのお部屋にしましたし、つわぎの時に食べられるものが少ないから指定されたものを買って帰ってました。母も涼子さんが食べられるものをと気を使って料理してますよね。妊婦さんなんだからつわりがあるのは当然でしょ。こう言ってはなんですけど、りょうこさん家にいらしてから一度も家事してないですよね。だって体調悪いんだもん。調子が良さそうな時も何一つしませんよね。調子が悪い時には大体家事終わってるじゃない。私には実家ってものがないのよ。両親も早くに亡くして頼りにできる親戚もいなくて、私は天涯孤独なんだから。義理とはいえ唯一の家族を頼って何が悪いの。そうですよね、わかりました。多分道が混んでると思うので少し遅くなると思いますけど、ケーキ買って帰りますね。ありがとうかすみちゃん、持つべきものやっぱり可愛くて優しい妹ね。それじゃあまだ少し仕事がありますので、また帰りにご連絡しますね。よろしくね。
涼子さん、お部屋にこもらないで出てきてください。いやいや、お部屋から出たらどうせ私を悪者にしてみんなで責め立てるんでしょ。そりゃ人のクレジットカードを勝手に使ってるって分かったら誰だって怒りますよ。しかも父と母の貯金箱から現金も取っていますよね。あんなところに見せつけるように置いてる方が悪いのよ。あれはカレンダーと一体型になってて、一粒万倍日とか転写日とかそういうのが書いてあって、縁起がいい日に貯金できるようになってるやつなんです。コツコツ続けてきた貯金箱だったのに大した額入ってなかったわよ。20万が大した額じゃない？涼子さん、本気で言ってますか？一回ちゃんと社会に出て働かれたらどうですか？私は天涯孤独の妊婦様なのよ。働けるわけないじゃない。じゃあ部屋にあるであろうオンラインショッピングしたものを全部返品してください。どうして？これは私のものなのに。それを買ったお金は私のものですよ。っていうか、どうしてあんたのカードで買ったって言えるのよ。証拠なんかないでしょ。私のクレジットカードの今月分の引き落としができなかったってハガキが来たんです。銀行にはお金が入ってたはずなのに、それで明細を取り寄せてみたらオンラインでお買い物ばっかりしてて、私には心当たりがないんですよ。私のお買い物は私のカードで払ったの？兄から聞いてます。涼子さんカード持ってないって。作ったの？じゃあドアを開けてください。私が持ってる明細と部屋の中のものを照らし合わせるんで。いや、ていうか別にクレジットカードだって盗んだわけじゃないし別に良くない？クレジットカードの番号と登録名義、使用期限と裏のセキュリティコードさえ分かってれば買い物できますよね。一瞬でもカードが手に入ったら写真撮って情報を入力して終わりですよね。かすみちゃんのカードを使ってても家族なんだからいいでしょ。たとえ家族でも人のクレジットカードを勝手に使ったり人の貯金箱から現金を取ったらいけないことくらい今時小さな子供でも分かりますよ。涼子さん、これからお子さん産むんですよ。お子さんを教育する立場になること分かってますか？だって家に一人でいてもつまんないんだもん。お父さんもお母さんも蓮くんもかすみちゃんもお仕事行っちゃうし、妊婦だってストレス溜まっちゃうんだからね。お腹のためにストレス溜めないように破産してるの。その方法が問題だって言ってるんです。今すぐ買ったものを返品して返金処理をしてください。返金処理できないものはお金を返してください。そんなの蓮くんに言ってよ。兄にも責任は取らせますけど、まずは張本人である涼子さんが責任を取るべきです。そんな意地悪言ってたらもっとお買い物しちゃうからね。こっちはクレジットの番号とか全部書いてるんだから。やっぱり涼子さんが買い物してたんじゃないですか。私には両親がいなくて頼れる親戚もいなくて天涯孤独なのよ。頼れる家族はかすみちゃんたちしかいないの。だから頼ってる得なのに下痢の実家で出産する辛さわかる？もういいです。返品するつもりも返金するつもりもないんですね。私は家族に甘えてるだけよ。兄に責任を取らせます。あんまり強く怒っちゃダメよ。蓮くんあれで結構繊細なところがあるから。誰のせいだと思ってるんですか？あ、そうそう、今日の晩ご飯はステーキがいいな。分厚くてジューシーなやつ、もしくは焼肉。今日の晩ご飯は生姜焼きです。ああ、私生姜嫌いなのよね。知ってます。だから涼子さんの分は生姜につけないで普通に焼きます。味気ない。兄と話しますから失礼しますね。晩ご飯になったらお呼びします。はいはーい。かすみちゃん、ちょっとクレジットカード使えないんだけど。もしかしてまたオンラインで買い物しようとしてました？決済できないって言われたんだけど何事？そりゃクレジットカード残高不足で支払えてないですからね。誰かさんがすんごいお買い物してくれたので。それじゃあ早く支払ってよ。涼子さんがお金くれたらすぐ支払いますよ。私お金もない妊婦様なのよ。両親もいないし、かすみちゃんが払って。今いないはずのご両親がいらしてます。え、待って、どういうこと？2階の部屋にこもってるからご存知ないでしょうけど、今1階のリビングではうちの両親とアインド涼子さんのご両親が勢揃いしてます。ずっとできてなかった両家顔合わせ真っ只中です。嘘でしょ、下にいるの？でもおかしいですね。ずっとご両親は幼い頃に亡くされたと伺ってて、ういさんは大変だろうし、出産と育児のお手伝いもするから妊娠を機にうちに同居することになったのに、
ご両親健在じゃないですか。違うの、その人たちはきっと偽物よ。それじゃ一階に降りてきて説明してください。それはいや、そんな得体の知らない人たちと会うわけにはいかないわ。私は妊婦なのよ。大切な時期だっていうのにそんな危険な目に遭わせるの。まあそうですよね。ご実家から大金盗んでそのまま逃げて雲隠れしてたみたいですし。なんで知ってるの？ご両親はいつか帰ってきてくれると信じて待ってたそうですよ。だから特に調べもしなかったみたいですけど、すみません。私と兄が調べちゃいました。え？調べた？涼子さんに言っても返品とか返金の手続きをしてくれなかったので、悪いとは思ったんですけど、兄にお願いしたんです。それで涼子さんが寝てる間に、兄が涼子さんのスマホ、オンライン決済の返金処理をしようとしてたら、操作を誤って電話帳を開いちゃったらしくって。電話帳？そこにうちの母とは違う番号でお母さんと登録してるのがあって調べることにしたんです。何勝手なことしてくれてんのよ。勝手に人のクレジットカードで買い物するよりは可愛いものかと。それでうちの両親チクったってわけ？そうですね。一部始終すべてをクレジットカードのお支払い分と父と母の貯金分合わせて相当な金額を涼子さんのご両親からいただきました。慰謝料も含まれているみたいです。ならもう問題解決じゃない。お金のことも決着ついたならその二人追い出してよ。せっかく両親亡くしたことにしてあんたの家に帰省してたのに。パラサイト生活は今日で終わり。え？終わり？今日このままご両親と一緒にお帰りください。何言ってるの？私妊娠してるのよ。里帰り出産されたらどうですか？私はこっちで産みたいの。でも兄は離婚するつもりですし、涼子さんのご両親も連れて帰るとおっしゃってます。離婚？ここから先は夫婦のお話になると思うので、私は引っ込みますね。お金を払っていただけたので。待って、離婚って何？だから涼子さんは離婚して実家に帰るんです。で、お子さんを産んで落ち着いたら働きに出て、親御さんにお金を返していくことになるんですよ。ご実家から盗んだ分と私たちから盗んだ分、総額3桁万円の借金です。働く？この私が？兄がどう判断するかは分かりませんが、今役所に離婚届をもらいに出て行ったので、戻ってき次第お話し合いなさってください。嘘でしょ？待ってよ、離婚なんて嫌。家に帰るのも嫌。何でもかんでも嫌。嫌って、嫌やけど子供じゃないですから。大人としてしっかり責任は取ってくださいね。ねえかすみちゃん、お姉ちゃん欲しくない？これからは義理の姉妹じゃなくて本物の姉妹のように仲良くやっていきましょうね。妹をこき使って妹のカードまで使うような姉はいりません。そんなこと言わずに、兄が役所に行ってる間に帰る荷物をまとめてくださいね。今から2階にご両親をご案内しますので。ダメよ、起こさせないで。嘘でしょ？ちょっと待ってよかすみちゃん。お願いだから起こさせないで。ねえってば。その日のうちに離婚届に双方サインして兄が保管することに。改めて後日弁護士さんに依頼して、兄は兄嫁と離婚条件の話し合いをしたそうです。その結果、生まれた子供の親権を兄が取り、現在兄はシングルファーザーとして実家に住みながら育てています。元兄嫁は諸々の支払いに養育費も加算され、ネットショッピングもできないとか。産後は実家でのご両親の監視のもと働きに出ているそうです。昨日は当店のご利用ありがとうございました。え？次回のご来店もお待ちしておりますねって言いたいところだけど、貧乏人はお断りよ。今後は一切うちの店に近づかないようにね。こちらこそ、あなたがいるお店になんてもう二度と行かないわよ。昨日は最悪な晩御飯だったわ。はあ？まさか駅前のイタリアンに高校の同級生が働いていたとはね。せっかくの再会で嬉しかったのに、カナのせいで台無しよ。ちょっとちょっとちょっと、駅前のイタリアンじゃないわ。駅前の超高級イタリアンのお店なんだからね。うちはミシュランの星だって獲得してるんだから。ならミシュランの名にふさわしい対応してほしいわね。はぁ、だからしてあげたじゃない、あんたにぴったりな対応ね。あれのどこがミシュランにふさわしい対応ですって？私、シェフにお店から追い出されるなんて初めての経験よ。しかも注文した料理が出てくる前に追い出されるなんてね。とってもスマートな追い出し方でしょ。
一流の高級料理店なるもの、貧乏人の追い出し方も一流でないとね。はあ、うちは超高級料理店の名にかけて、いい音とっても大事にしているの。もちろんそれはお店だけでなくて、お客様にも求めているわ。だからちゃんとドレスコードも気をつけたし、恥じない格好したつもりよ。外見だけ着飾っても意味ないんだよね。ほら、貧乏人ってオーラがすでに貧乏臭いじゃない。は？だからね、品が足りない客には料理の提供なんてできないわよね。あんたなんて追い出されて当然なんだから。なんですって？ああ、まさか貧乏人が私の働いている店に来るとはね。うちの店も随分落ちぶれたものだわ。ちょっといい加減にしなさいよ。誰が貧乏人ですって？あなたに決まっているでしょ？に。私のどこが貧乏人よ。あらら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 ら。だつ貧乏人のために過去の記憶を改ざんでもしたのかした？悪いけど私は全部覚えてるわよ。高校時代、あんたは家計のために部活もせずにバイト三昧だったこと。お金がなくて高卒で働きに出たことも全部ね。だから私が貧乏人だって言うの？たったそれだけのことで？ひどいよ、かな。あなた私のことをずっとそう思っていたの？私たち高校時代は仲が良かったよね。ああ、あれは貧乏人の世界が面白かったからよ。は？貧乏人と一緒にいると勉強になるんだよね。こうはならないぞって反面教師にできるからさ。だから面白半分で付き合ってあげていただけだから、私はあんたのことを友達なんて思ったことはないわよ。なんですって？おかげで今はこうして一流レストランでシェフをしているの。落ちぶれないように頑張ったおかげで料理の技術も英会話も完璧よ。貧乏人とは程遠い生活を送っているわ。料理や英会話が一流でも接客は三流以下のくせに。はあ？確かに当時の私は一般的な家庭より貧しかったけど、今ではしっかり働いてるし生活も安定しているわ。こうして超高級イタリアに食べに来れるくらいにはね。それなのに料理も出さずに追い出すなんて、一流料理店とは思えないひどい対応よ。はっ、どうせなけなしのお金を叩いて来ただけでしょ。私はシェフとしてあなたにふさわしい対応したわ。ふさわしい対応ですって？注文した料理を提供もできずに閉店時間だって追い出したあれが？そのくせ注文したんだからって一口も食べていないのに料金を請求して、あれのどこがふさわしいのよ。注文した時点で料金を発生しているの。請求するのもあんたが支払うのも当然よ。はぁ？それに閉店時間も知らずに何が注文したそちらの落ち度でしょ。こちらのせいにしないでくれるかしら。閉店時間は23時のはずでしょ。あの時はラストオーダーもまだまだ先、確か20時頃だったわよね。あー、食材トラブルで急遽閉店になったのよね。何が急遽閉店よ。他の客は楽しそうに食事をしていたじゃない。どうせ私を追い出すためにデタラメを言っただけでしょ。あー、もうぐちぐちうるさいわね。品もないくせに一流店に来る方が悪いのよ。文句を言うなら二度と来るな。うちは貧乏にお断りなんだからね。誰が言っか。店にもカナにもがっかりよ。高校時代の友達だと思っていたけど私の勘違いだったようね。あんただってもう友達でも何でもないわ。こっちは最初から友達なんて思ってないっつーの。っていうか、たとえあんたが貧乏人じゃなくても無銭飲食をするような人と友達になんてならないからね。は？無銭飲食ですって？そうよ。昨日支払った代金足りなかったわよ。注文した分しっかり払いなさいよね。何言ってるのよ。昨日注文した分は全部きちんと支払ったわ。一口も食べていないけどね。食事メニューは支払ってるけど、ドリンクメニューが未払いだったわ。は？ドリンクメニューですって？ええ、ボトルワインがまだ支払われていないわ。ヴィンテージものの注文で料金は30万円ね。すぐに支払いに来なさいよ。30万？注文したくせに支払わないなんて無銭飲食よ。警察に通報されたくなかったら一口も飲んでないドリンクメニューも払いなさい。ふざけないで。一口も飲んでないのに30万も支払いですって？こんな非常識ありえないわ。非常識なのあんたでしょ。注文したんだから飲んでなくても支払いなさいよ。は？貧乏人のくせに慣れない超高級料理店に来るからこうなるのよ。
あんたたちがちんたら注文してるから閉店時間になったんだからね。飲めなかった高級ワインのボトル代もしっかり支払いなさい。そんなの一切頼んでいないわ。え？腹が立ったから意地でも注文した料理は支払ったわ。一口も食べていなくてもね。でも注文していないものはまた支払うつもりはないからね。急に調べくれるなんてありえない。これだから貧乏人は嫌なのよね。は？あんたのテーブルの注文表にはしっかりスペシャルコースに超高級ボトルワインって書かれているの。それなのに注文していないなんてよく言えたわね。はっきりと言ってやるわ。私はそんなもの注文していない。だってヴィンテージものの超高級ワインはお店のオーナーからのサービスなんだもの。え？オーナーからのサービス？ええ、そうよ。超一流店のオーナーから直々にサービスをいただいたの。可愛い姪っ子の誕生日プレゼントにってね。待って。あーた、ここのオーナーの親戚なの？ええ。カナの職場のオーナーの姪っ子よ。私の母の姉なの。うそー！帰ってきてから打ち明けられて分かったの。実はワインをサービスしてくれたってことがね。ああ、おばさんに申し訳なかったな。ああ、あのボトルワインオーナーからのサービスだったなんて。この際料金は支払ってあげるわ。でもボトルワインは持ち帰らせてちょうだいね。家でゆっくりと飲むことにするわ。ワインはもうないわ。え？あんたが注文したもんだと思って、つい飲んじゃったの。え？どうせ廃棄になるならと思って。でもどうせ一口よね。まさかヴィンテージワインをボトルそのまま飲み切ったなんて。飲み切ったわ。美味しくてつい。なんですって？どうせあんたが支払うんだしいいと思ったの。まさかオーナーからのサービスだったなんて。どうしよう。知らないわよそんなこと。そうだ。さあ、あた今日の夜は暇？え？予定もなし暇といえば暇だけど。よし、それならうちの店に今日も来なさい。ピップ席を用意しておくわ。そして好きなだけ注文しなさい。全部私が払っておくから。え、いいの？その代わりオーナーには昨日のこととワインのことは秘密よ。いいわね。え？ワインも同等のものを用意すればそれなら文句ないでしょ。ちょっと待ってよかな。っていうかさっきまで貧乏人は二度と来るなとか言っていたわよね。それはさっきまでの話よ。あんたがオーナーの身内なら話は別。むしろ店には好きなだけ来ていいから協力しなさい。オーナーに私がいい働きしたって言っておくのよ。は？そしたら次の2号店は私に任せてもらえるかも。私にとっては大チャンスよ。は？一体急に何の話よ。実は私には野望があるの。いつか自分のお店を持つっていう夢がね。そのためには一度お店の経営を任されたいの。だから来年オープンするという噂の2号店を狙っているのよ。つまりそのためのごますぎに私を利用するってことね。利用だなんて人聞きが悪いわね。その代わりこれからはたくさんサービスするんだし、これは利害の一致というべきじゃないかしら。はい？あとは貧乏人だけど、これからは一流店を利用できる。私は二号店のチャンスがもらえる。ほら、利害の一致じゃない。別に私はあのお店にもう二度と行かなくても問題ないし。そうだ、それならこの間の料金は無料にするっていうのはどうかしら。支払ったお金は全額返すわ。は？それだけするんだもの、もうそろそろ許してくれてもいいわよね。この間の料金は無料にするし、今度食べに来た時もサービスするわ。だからお願い、オーナーに次の店長は私だって宣言して。昨日直接言えばよかったのに。え？だから2号店に行きたいって要望だよ。オーナーのおばなら昨日私と一緒に来店していたわよ。え？ちょっと部屋が暗くて気づかなかったかな。奥におばも座っていたんだけど。え？そうなんよ。いつも仕事着だけど私服だとガラリと印象が変わるのよね。はあ、嘘でしょ。ってことは私の言動全部見られてたってこと？そうだね。カナの闇っぷりの挨拶から閉店時間だと言って追い出すまで全て私の隣で見ていたわよ。はあ、今更私が何を言ってももう遅いんじゃないかな。2号店のシェフどころか本店ですら怪しいと思うけど。まあでもそんなこと私には関係ないよね。だって私二度とあなたがいる店には行かないんだもの。ちょっと待ってよ、私たち友達だよね。おろろろろろろろ、私と友達だなんて一度も思ったことないはずだよね。うん、それじゃね。
あなたがいなくなったらまた本店に食べに行ってみようかな。カナはオーナーであるおばから呼び出しを受けて、シェフから見習いの皿洗いに降格。客を見下す人に大事な食材は触らせたくないとのことで、当面の間はシェフに戻ることはないそうです。ちなみに私が支払った代金は全て返金され、代わりにカナの給料から転引きされるようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。